おはよう。朝ごはん、ベーコンエッグとトーストでいい？はい、どうぞ。先輩なら今日は休みだそうですよ。なんやなんや、穏やかやないなお前ら。なんや、目で会話しとった。ま、ええか。ほな、今日はセッション中心で行くで。はーい。俺は知らんで。確かマリモが部屋に来た時に聞いたんやろ。はい、なんか用事があるとかで出かけるんやとか言うてましたよ。お待たせ。ほな帰ろか。ひろしさん、ひろしさん。
ヒロシさん、これ。ヒロシさん、ごめんなさい。これ、ヒロシさんへのクリスマスプレゼント。だから、イブの日に開けてほしいんです。ねえ、ヒロシさん、私のことどう思ってるの？それじゃあ、私帰りますから。昨日はどこに行ってたんだ？友達から何度か電話があったぞ。女の子だったな。確か草薙って名前だったと思うよ。お邪魔してます。よう。こんにちは。ヒーロ先輩、おはようございます。
よし、テンポ遅れとるぞ。よし、終了。ヒロ先輩、大丈夫ですか？調子悪そうですけど。ヒロシさん、はい。ヒロシ、疲れてるんやないの？それやったら、ヒロシも調子悪そうやし、帰るか。気にしないでください。そんな時もありますよ。ヒロシ、おはよう。疲れは取れた？あんまり思い詰めちゃあかんよ。ヒロシさん？大丈夫ですか？昨日から調子悪そうですけど。それならいいですけど、もし私のせいならそんなに思い詰めないでください。だからいつも通りにしてくれればいいんです。そうですね、簡単じゃないですよね。でもヒロシさんならきっとできます。うっす。おはよう。体の調子はどないや？
無理だけはすんなよ。するんですか？お、今日は調子ええみたいやな、ヒロシ。先輩やりますね。ヒロシ、お前にはまだアドリブは無理やな。当然や、才能が違う。そうですね、毎日掃除はしているんですけど。そうですね。クリスマスは一緒に過ごそうや。今年もお疲れさんちゅうことやな。そうやな。いらっしゃい。雪の中はごめんな。Thank you.
昨日の帰りに買っておいたんよ。それでどうする？どっか行く？結構降ってるみたいやね。そうやね、ほっといたらレイにケーキ食べられちゃいそう。ほな、家で映画でも見る？召し上がれ。人間の食べ物は猫には味が濃いから。あ、そうやね。またね。ヒロシさん、ごめんなさい。これ、ヒロシさんへのクリスマスプレゼント。だから、イブの日に開けてほしいんです。
もしもし、草薙ですが。宮本か。ほのかはまだ帰ってきてないよ。それじゃあ切るよ。